中川区議がお見えになってます。よろしくお願いします。赤羽駅ご通行中の皆さん、こんばんは。こんばんは。私はお隣の板橋区で区議会議員をしております荒川直です。どうぞよろしくお願いいたします。私は今日は板橋区議会に今子どもが陳情を提出した、こういうお話をさせていただきます。日本テレビのスッキリで先日も報道がありました。板橋区議会に小学生が陳情を出したんです。その中身は子どもたちが自由にボール遊びできる、そういう場が欲しい、とっても切実で本来そういう場が保障されておかしくない、そういう声です。私も42年間板橋区に住んでいますが、子どもの頃からボールを使って自由に遊べる場はありませんでした。今30年経って小学6年生がこういう陳情を出してくれたこと、すごく嬉しく思います。しかしテレビで報道があったように、板橋区の坂本区長、区内に15箇所ある金網のついた公園で遊べばいい、そういうことを言っているんです。しかし多くの子どもたちが住んでいる中で、小さな金網のついた公園でボール遊びすればいい、これは区長の本来あるべき答えではありません。もっともっと子どもたちの声に応えて住みやすい街を作る、そしてそれだけの予算、基金を持っているんです。700億円近い基金を板橋区は持っていますから、子どもたちの遊び場を作るというのはそんなに難しい話ではありません。そしてこの陳情、4つの委員会で審議をされましたが、4つのうち3つの委員会で採択をされる、こういう結果になりました。子どもの声が板橋区政を動かす、そういう力になっています。ですからこの陳情で終わりにせず、しっかりと子どもたちの遊び場、自由にもっとのびのびと遊べる、そういう場を保障できる板橋区にしていきたい、そういう決意で私は来年2020年しっかりと臨んでいきたいと思います。そしてもう一つお話をしたいのは、板橋区議会に集会所のエレベーター、エスカレーター設置してほしい、そういう声ありました。板橋区では今エレベーター、エスカレーターを設置する、そして地元の人たちが住みやすい、そういう環境を作ってほしいという声があるんです。皆さん、こういう声もしっかりと実現させようと。しかし自民党議員からはバリアフリー化よりもお金が大事だ、もっと溜め込む必要がある、こういうことを言ったんです。本来はバリアフリー化が優先です。こういった切実な声さえ切り捨てる、これが今の板橋区でも与党の姿勢であり、こういった癖のあり方、しっかりと変えていく必要があります。ぜひ皆さんご一緒に声を上げていきましょう。これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。バカ野郎。ありがとうございました。皆さんいろんなご意見あるかと思いますが、私たちノーボー帰宅アクションということで、ですね、それぞれ皆さんの平和に対する思いとか、自分たちのその生活に関わることですとか、いろんなことをスピーチしていただけます。あのエリアとかですね、そういうの関係なく皆さんスピーチしていただければと思います。では続いてのスピーチの方、カメラマンの方よろしくお願いします。